今日はね、用事あるのよ。ほら、沖縄行くって言ったでしょ。水着ね、買わなきゃいけないから付き合ってよ。うん、持ってるよ。持ってるけど去年のだもん。そんなの着れない。贅沢じゃない、普通普通。あのね、君ね、 OL さんは大変なのよ。着てるもの気使わなきゃいけないんだから。昨日と同じ服着てたらお泊まりだって言われちゃうし、友達の結婚式行く時だって同じの2回着たらみっともないでしょ。水着だって同じなの。去年のなんか着れないよ。分かったなら行こ。ここここ。夏物ね、ここで買おうって決めてたの。私じゃないよな、ゆきちゃん向き。あ、これかわいいかも。あ、じゃあね、待ってて、ちょっと着てみる。でもないんだ。これはどっかな。じゃじゃーん。やっぱり恥ずかしい。私もね、みんなの前で着るの恥ずかしいかなって思ったんだ。じゃあこれなし。じゃあね、じゃあね、今度のは？じゃじゃじゃーん。が気に入ってるの。ちょっと大胆かなって思ったけど、今はこれくらい普通だもんね。あれ、どうしたの？鼻血？やだ、具合悪かったんだ。大丈夫？ちょっと待って、すぐ着替える。